ない他に聞くこと。ないわ。ないわ。皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣康子です。今日は朝マックで大人気のハッシュポテトの再現レシピをご紹介したいと思います。それではスタート。今日の材料はじゃじゃーん。たったこちらの3つです。じゃがいも1個でハッシュポテト2個できます。で使う調味料はこちら、お塩と油、そして揚げ油になります。はい、それではまず最初にじゃがいもを洗って皮を剥いていきます。貝印のピーラーめっちゃ使いやすいです。じゃがいもは中サイズ、中ぐらいのサイズのものを使ってて、今これ140g のものです。マックのハッシュポテトの出来上がりの重さが 60g なので、皮を剥く前に 140g やと、皮剥いたらちょうどそんな感じかなという感じなんで、まあ、正確にね、きっちりやりたい方はグラム測っていただいたらいいんですけど、まあ、中ぐらいのじゃがいも1個っていうのが目安になります。はい、こんな感じでじゃがいもの皮が剥けました。はい、じゃあこれをね、切っていきます。切っていくときのポイントは、ね、5ミリ角ぐらいに切っていきます。特にポイントなんてないですよ。ここでポイント1、100均の蒸し野菜のこれね、こうやって蓋して使うやつ、もううちこれ何代目 ?3 代目ぐらいめちゃめちゃ使ってる。これでレンチンします。なので切れたやつはここに入れていきます。これめっちゃ便利ほんだけど、もうちょっと大きい方がいいかなと思う。そうなんかね、300円ショップであるんよ、ちょっと大きいやつ。でも置き場所がな、取るやん、ブロッコリーはね、2日分ぐらいをこれでレンチンするのがちょうどいいサイズなんよね。結局このサイズでいいんかなって、これで収まってる。はい、というわけで容器に入れたんですけど、じゃがいもって結構ポテトサラダ作る時とかにお水にさらすんですけど、これはお水にさらしません。さらさずにそのまんまレンチンします。なんでそうするかっていうことは、レンチンした後に。じゃあレンチンします。レンジ600ワットね、600ワットで5分レンチンします。これはね、家の電子レンジの特性にもよるので、まあ、5分目安で、足りひんかったらちょっと足すっていう感じにしてください。はい、じゃあ5分レンチンしました。どうかな。お、いい感じです。ね、水にさらさなかったのは、こうやってこうでんぷん質、多分水にさらすとこうちょっと溶け出て、こんなにこうくっつかないんですよ。それが狙いで、水にさらさずレンチンしました。でちょっとこれ水分溶けて、はい、ここに移します。ちなみにどれぐらいの柔らかさかちょっと刺してみましょう。もう全然こう、わかります？普通に火に通ってる感じです。ちょっと歯ごたえがあるぐらいです。ちょうどいい形を保ってる感じです。で、これを潰していきます。で、ポイントは完全に潰れないようにね、ハッシュポテトって形があるでしょ、四角い、こんな風にね、粒がまだ残しつつ潰していきます。はい、ちょっとある程度潰れたら、ここでお塩一つまみです。一つまみは3本指でお塩つまんだ量が一つまみになります。で、ここでまたまたポイント、油を生地の中に入れます。マックのハッシュポテトが結構そのじゃがいも、中身のじゃがいもが
油っぽいなっていうので、これ小さじ1入れます。はい、で混ぜます。結構ね、あのハッシュポテトのレシピを検索すると、じゃがいも以外にあのつなぎとして片栗粉を使ってるレシピが結構あるんですね。で、片栗粉ってじゃがいもじゃないですか。そう、それでね、じゃがいもに片栗粉、じゃがいもでいいやんっていうので、私はつなぎなしでじゃがいも自身の吸着力を利用しようと思って、片栗粉なしで、水にさらさず作ることにしました。粒がね、あの残りすぎてると吸着しないんですよね。あの生地をね、うまくあの成形できないので、こんな感じかな。でもまあこれね、結構お好みでもう大丈夫ですよ。自分の好きなハッシュポテトのあの食感とか見つけていただけたらと思ってます。はい、でこれをラップに包んで成形していきます。2粒に分けて成形していきます。これも正しく測りたい方は60g でした。はい、ここはね、この形をイメージして、ここでもね、ちょっと潰しつつ成形していく感じです。なんか意外と細いんですよね、細長い。なんかスーパーとかでも冷凍のハッシュドポテト売ってるじゃないですか。あれはなんかもっとこう大きいですよね。マックのって細長いんですよ。こんな感じかな。はい、じゃあもう一個もやっていきます。美味しい。なんか私がさ、お水飲むシーンさ、いつも使うよね。うん、なんなんあれは。ちょうどなんかブレイクみたいな。画像的にブレイク、うん、らしいです。はい、こんな感じで2個、ちょっと気差し上げたけど成形しました。じゃあ揚げていきたいと思います。揚げ油は180度で揚げます。こうやってね、お箸、菜箸を入れてシュワ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 って泡が出るとちょうどいい感じです。まだ出てないですね。ちょっとだけ出てるから出だしました。これちょっとこのままね、入れるのが怖いっていう方はこういうフライ返しの上に乗っけて入れるといいかと思います。実はね、主人がね、私より先にね、ハッシュポテト、あの時って片栗粉入れてた？入れた。そう、片栗粉入れて、あとなんかコンソメとかも入れててるな。あ、入れた入れた。コンソメと塩と何入れたの？あと、ナスビだったっけ。おお、それもめっちゃ美味しかったんですよ。けどなんかね、コンソメの味がなんかちゃうなって感じだったよね。うん。はい、じゃあちょっといっぱい繰り返します。はい、美味しそう。じゃあ片面3分くらいか。でももしかしたらもうちょっと高温でもいいかもね。火が入ってるんで。お、カリッカリ。はい、でもあ、いい感じ。もうね、中身はね、火が通ってるので全然食べれる状態なので、いい色がついたら揚げて大丈夫です。お、すごいパリパリ。じゃあ揚げていきますね。左コンロ照射しました。はい、
できました。あの感じやね。うん、いつもはもうなんかきっちりちゃんとして試食するんですけど、今日もちょっと揚げ物なので出来たてを早速食べます。このペーパーで包んで、めっちゃ美味しそう。じゃあいただきます。めちゃくちゃ美味しい。外カリカリで中しっとりで、本当にマックのハッシュポテト以上に美味しいぐらい。うん、うん、美味しい美味しい。うん、なんか質問してよ。え、味はどんな感じ？味はね、めちゃくちゃ美味しい。食感も、うん、周りカリカリ、うん、中ほっくり、うん、で、洗い潰しやから潰れてない。じゃがいもの食感もしっかりあって、あっという間にないよ、他に聞くこと。ないわ。ないわ。はい、今日のマックのハッシュポテトの再現レシピのポイントのおさらいです。ポイント一つ目、じゃがいもをレンチンする前に水にはさらさない。ポイント二つ目、生地の中に油を少量入れること。この二つがポイントになります。はい、というわけで皆さん今日の動画はいかがでしたか？もう周りカリカリ、中ホクホクの朝しか食べられへんハッシュポテトがいつでも食べられます。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタン、またチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。YouTube 以外に Instagram やブログもやってるので、そちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。